日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより2021年度研究家による殺しのエチュードをお送りいたします。最後までごゆっくりとお楽しみください。なんかあんなこと言い出さなかったらこんなことにはならなかったんだ。でもうちなんてひどい。そうだ、ひどすぎる。話せばおじさんだって分かってくれたはずだ。それなのにこれでおしまいだ。たった一発の銃弾で何もかもが。おい、マコ、お前のセリフだろ。え、どうしたの、ぼーっとしてるんじゃないわよ。あ、すいません。ちょっと、マコくん、What happened? 大丈夫？うん、なんか、いつもと違ってすごい衝撃があったので。確かに、音もいつもより大きかったですね。ジャック、タイム入れすぎたんだろ。いえ、それはないです。でも確かに音大きかったですね。小田さん、どうした？違う。おおおい、小田死んでるし。なんで死んでるってどういうこと？芝居じゃないの？嘘、怖い。怖い、どうしたんです？坊ちゃま、何があったんです？この人どうしたんですか？目を大きく見開いたまま胸のあたりには真っ赤な血。ということはもしかして死んでるんですか？キャッ！弾だ。拳銃の弾が当たったんだ。弾ってこの拳銃の？どうして？それはモデルガンよね。もちろん弾が飛ぶはずありませんよ。貸してみろ。これ本物じゃないか。本物？What the hell？ ジャック、110番！はい！ここは携帯通じませんよ。チアさんお願いします。110番です、早く。はい、緑？何ですか？もういいわ。私が撃った拳銃の弾が当たったんですか？私が小田さんを殺しちゃったんですか？そういうことだな。どうしよう。なんで本物の銃が？ケミさん、帰りましょうよ。僕たちは関係ないんだから。バカね、そうはいかないわ。でも警察が来て事情を聞かれるまでは無理よ。弾が2発、1発は発射され空薬莢のみ、1発は未使用。休憩前は確かにモデルガンでしたよ。休憩中に誰かがすり替えた。誰かって誰？この中の誰かってことだ。そんなバカな。俺たち以外誰がいるんだ、この屋敷に。オーマイガー、サンドオペッシュ。繋がりましたか？はい、すぐ来ると。小田さんが死ぬなんて、なんでこんな事故が。事故じゃない、殺人事件だ。殺人？こういう場合、私が犯人になるんでしょうか？さあ、どうかな。犯人は本物の銃を用意してモデルガンとすり替えた。芝居でマコが小田さんを撃つのを利用して。死体に触るんじゃないぞ、近づくな。警察が来るまで現場保存が大切だ。本庄さん、なんか慣れてますね、こういうことに。慣れてなんかいないさ。警察に2年いたけど殺人現場だと初めてだ。本庄さんって警察官だったんですか？え、ああ。くぅ、それで拳銃の扱いにも慣れてるんですね。そういえばこの拳銃、日本の警察官が持ってる銃と同じなんです。スミス&エッソン M37 38キャリバル。すいません、本物か、すごいな。こんな時に何考えてんの。
元警察官なら捨てかなんかで本物の銃も手に入れることできるよな。おい夏目、お前俺を疑ってるのかよ。警察官だからって拳銃がそう簡単に手に入るものじゃないんだよ。大体なんで俺が小田さんを殺さなきゃならないんだ。お前小田に女を取られただろ。それで激怒してたじゃないか。いつか殺してやるって言ってただろ。ああ言ったかもしれないけど、それは酒の席での勢いで言っただけだ。愚痴をこぼしただけで本心じゃない。それに今では何とも思ってない。それよかった。動機で言えばお前の方があるだろ。芝居の方向性のことで散々喧嘩してきたし、こないだなんか今回の脚本のことで大喧嘩してたじゃないか。お前が書いた脚本にケチをつけて大直しさせられただろ。この劇団の主催は俺だ。俺の言うことが聞けないなら出ていけバカ野郎って言われて泣く泣く本直ししてただろ。ああ確かに喧嘩はしたさ。けどそれはいい作品を作るための単なるディスカッションだ。そんなことで殺すもんか。動機なら撃った真子君にだってあるでしょ。え私に？イエス。君相当小田さんにいじめられてたじゃないか。特に最近稽古をやりだした頃から。あれはどう見てもやりすぎだよ。かわいそうに。殺してやりたいと思ったこともあるんじゃないよ。そんなこと思ったことないわ。私じゃありません。ジャック、お前は？僕は何にも。あるじゃないの。え？あんた、小田さんにお金借りてたよね。うん、まあ。先週の土曜日に小田さんに強く返済を迫られたわよね。私も借りたことあるのよ。この人、貸してくれるときは優しいんだけど、取り立てが厳しいの。もう二度と小田さんには借りるまいと思ったわ。あんたいくら借りてたの？10。え？はっきり言いなさいよ。10万円です。借りたのは10万円なんですけど、返せなくて。小田さんも返せって言わなかったから、そのままずるずると3ヶ月経っちゃった。忘れちゃったのかな。内心締めたと思ってたんですけど、突然利息合わせて30万円耳を揃えて返せって言われて。それで返したの？いえ。それで殺したのか？だから殺していません。30万円ですよ。そんな借金で人殺しなんかしません。ジャック、あんたにとって30万円は大金でしょ。立派な動機だわ。お前は無類の拳銃マニアだしな。拳銃もたくさん持ってるんだろ。この拳銃もその一の一丁じゃないのか。趣味が高じて本物が欲しくなる。あげますね。僕が持ってる銃は全てモデルガンです。本物しいと思ったことあるけど、放火してまで持ちたいと思いません。それがたとえ闇ルートだったとしても数十万円もするんです。そんな金もないです。シロ、君と違ってね、君んちは金持ちだろ。こんなすごい別荘を持ってるんだ。何のアルバイトもせずに好きな芝居を続けられるんだからね。本物の銃だって買えるんだろうな。金があったって僕は拳銃なんて買わないですよ。それに僕には動機がありません。そうかな。え？お前ミナミと付き合っていただろ。隠すことないぞ、みんな知ってるんだ。ミナミの死の原因が小田にあると今でも思ってんじゃないか。あなた方さっきから何を言ってるんです？坊ちゃまが人殺したでも言うんですか？あんたは口を挟むの？いいえ、言わせてもらいます。私はこの屋敷の管理を坊ちゃまのお父様藤代慎太郎様から任されているんです。ここで起きたことはちゃんと報告する義務があるんです。だから知る必要があるの。ミナミって誰です？前うちの劇団にいた女の子よ。小田さんに相当いじめられてたからそれが原因で自殺したんじゃないかって疑われたけど、本人は否定してたし証拠もなくてね。でも君絶対小田さんのせいだと言ってたじゃないか。彼女と付き合っていたんだ。恨んで当然さ。動機はありますね。
だからといって僕は人殺しなんてしません。そうですよ、坊ちゃんは気の優しい子なんです。人殺しなんてとんでもない。しおんさん、その坊ちゃんはやめてよ、もう大人なんだから。はい。お京さん、あなたは稽古の時しょっちゅう小田さんと口論してましたよね。ええ、私はあんたと違って自分の意見をはっきり言うからね。でも根に持つことはないわよ。鈴音、お前は？え？お前に動機はないのか？動機なんてありません。私は2ヶ月前にこの劇団に入ったばかりですよ。主催の小田さんに恨みなんかありません。じゃあ聞くが、なんでこんな弱小劇団に入ったんだ？他にいいところがいくらでもあっただろう。なんか魂胆があったんじゃないか。去年のお芝居見てすごく感動して、私もこんな劇団でやってみたいと思ったんです。そしたらホームページで女性の劇団員を募集しているのを見て応募したんです。うちの劇団は女が居つかなくて困るんだ。なぜかね、私たちがいるじゃない。そうよ、お前ら男みたいなもん。悪かったわね。じゃあ邪魔だ。あんたたち。は？私たち？私たち4人は100円で今日参加したばかりですよ。それ10日ほど前にその小田さんから連絡があって、どうしても人が足りないから助けてほしいって言うから参加したんです。その人に会ったのも今日初めてなのに。素敵な別荘で1週間合宿稽古っていうから楽しみできたのに、こんなことになっちゃって。僕だってアルバイトやめて参加したんです。なのに僕たちを疑うなんてひどい。ね、あとはそこのおばさんとエプロンさんか。え、おばさん？ちょっとあなた、私たちは関係ないでしょ。関係ないことはない、この場にいたんだからな。まあ私はこの場にはいませんでしたよ。今晩の皆さんのディナーの買い出しに漁港まで行ってて、今さっき帰ってきたばかりです。なんて失礼な人なの。私に動機なんてないわよ。坊ちゃま以外は今日の昼に初めて会った人ばかりよ。それに芝居で誰が誰を打つなんてことも一切知らないし。最初の投資を熱心に見てただろ。そこのドアのところか。見てましたけど。一切知らないというのは嘘じゃないか。じゃあ動機は？私があの人を殺す動機は？さあな。まあ動機があっても自分では言わないものさ。あんただって鈴音だって動機がないとは言い切れない。ひどい。拳銃だってこの屋敷のどっかに前からあって、あんたかシロが持ち出したかもわからない。なんてこと。あくまでも可能性を言ってるだけだ。全員が重要参考人ってわけね。これって計画殺人ですよね。どうして？撃った君が犯人じゃないとかで言ってれば、本庄さんが言ったように他の誰かが君が撃つというこの芝居の設定をうまく利用したんだ。さあ、見事な完全犯罪だな。自分の手を動かさず目的の人間を殺したんだ。脚本だってこの殺人のために書かれた可能性だってある。なんだと？脚本を書いた俺が犯人だと言いたいのか？俺も可能性の一つってことだ。お前が犯人だとは言ってないだろ。俺が犯人だと言ってるのと同じだ。そもそも脚本のこの部分を直したのは小田自身だ。元は弾が外れて死なない設定だったんだよ。それを主役が最後に撃たれて死んじゃうっていう斬新な芝居にしようと思い。こいつが言い出してな。俺は反対したんだ。そいつの性格は知ってるだろ。自分の思ったことは強引に押し通そうとする身勝手な性格だ。だから仕方なく書き直したんだ。犯人はその脚本を利用したんだよ。ねえ、もう一度休憩時間のことを思い出してみない？最初の投資が終わったのが3時頃よね。3時5分です。時を見ましたから間違いありません。そう、3時5分に小田さんが休憩しようと言って休憩に入った。僕は
モデルガンの弾の火力を入れ替えてこのサイドボードの上に置きました。その時にはもう誰もここにはいませんでした。で、休憩後ここに戻った時には休憩前と同じようにこの上に置いてありました。マコ君も見たよ。ええ、その後すぐ投資が始まって私が芝居で撮るまではそのままでした。だからその休憩中25分の間にすり替えられたんですよ。お前らのどちらかが声にすり替えていなければな。だから私はやってません。僕でもないです。じゃあそう仮定してその25分の間にここに近づいた人はいる？皆さんそっちの部屋にいましたからね。おばさん、あんた来なかったか？この部屋にですか？ああ、向こうで茶を飲んでる時うろうろしてただろ。その死んだ人がコーヒーはないのかって言うからコーヒーを取りに通っただけです。行きも帰りもここには誰もいませんでした。そういえば、そういえばあなたその時向こうの廊下で会ったわよね。ええ、トイレに行ったんです。じゃあ君もここを通ったんじゃないか。今言おうと思ったんです。私も誰も見てません。本当？動揺してるけど。本当です。あ、そう。君は普段からそんな感じだし、よくわかんないよ。最初にここへ戻ったのは小田さんです。私もすぐその後をついていきました。その時ここには誰もいませんでした。そして小田さんが始めるぞって言ったら皆さん戻ってきたんです。小田が自分で帰るわけないしな。その無人の間に犯人がここへ来て銃をすり替えた。誰にも気づかれないように。その誰かがこの中にいるってわけね。警察来ませんね。もう10分は経ちますよ。おばさん、ちゃんと電話したんだろうな。当たり前です。子供じゃあるまいし、110番通報間違えません。それにそのおばさんをやめてください。すぐに来るって言ったんでしょ。はい、でも40分はかかるでしょうね。40分？なんでそんなかかるんです？お忘れですか？ここは離島の山の上です。島の駐在さんじゃ処理できないから本部から来るんですよ。あなた方も来るときフェリーに乗って来たんでしょ。警察も今頃船に乗って向かってますよ。じゃあまだ当分警察は来ないってわけね。みどりちゃん、あなた表に行って出迎えてくれます？どなたを？警察の人。はい。どうします？僕たちどうしたらいいんですか？稽古の続きでもするか？バカ言え。こんな状況でできるわけないだろ。それに演出兼主役が死んだんだ。どうする？仕方がないさ。また書き直して俺が主役をやって演出もする。公演まで1週間しかないのよ。なんとかするしかないだろう。芝居とてもやっていけません。私も死にたくないし。そうだよ、犯人がまだこの中にいるんでしょ。早く帰りたい。そこも書き直しか。私ももう拳銃を撃ちたくありません。はい、そこは僕が代わります。嬉しそうね、ジャック。こんな状況なのに。そんなことないよ。悲しい。提案なんですけど。何です？私たちみんなで犯人探ししません？シロさん、そんなこと。どうやって？この中の誰かが嘘をついているんです。それを見破るんです。そんなことできるんですか？嘘発見器もないのに。皆さんは曲がりなりにも役者でしょ。曲がりなりは余分だ。役者なら洞察力もあるでしょ。
人の感情にも敏感なはず。一人ずつ質問に答えてもらって、その様子を見て、それで嘘をついているのか本当のことを言っているのか判断するのよ。本当にできるんですか、そんなこと。人間はね、本心を隠そうとしてもどこかに本心が出てしまうものなの。なんでそんなこと詳しいんです。以前ね、ちょっと表情学ってものをかじったことがあるのよ。まあよっぽどの役者なら見破られずに嘘を突き通すこともできるでしょうけどね。で、どうします？面白い、やろうじゃないか。反対するやつはいないだろう。反対するやつが犯人ってことだ。本庄さんでしたね。あなたは？くだらない。まあしかし、あなたが参加するならやりましょう。わかりました、私も加わります。本庄さん、一応他の皆さんの意思も聞いてもらえますか？ジャック、お前は？面白そうですね、やりますよ。マコ？もちろんいいですよ。シロ？はい、やります。オケオ？もちろん。スズメ？私もやります。私たちはいいですよね、動機はないし。それにその休憩時間はずっと小田さんと役の設定の話をしましたし。そうですよ、熱心にお話しされるからトイレも行けなかった。僕も。じゃああんたら4人と買い物に行ってたとエプロン姉さんを除いて、で、どうする？そうね、その亡くなった小田さんでしたかしら、その人のことをどう思っていたか一人ずつ話してもらいましょうか。話す人はここに座って、他の人はその周りで表情、仕草、声の調子などを注意深く観察するの。まずはあんただ、おばさん。私から？あんたが見本を示す。いいでしょう。皆さん周りに集まってください。では始めます。小田さんのことをどう思っているか。昼に皆さんがここへ到着した時に私は玄関で出迎えました。その時挨拶しましたよね。ようこそいらっしゃいましたとか言ったかしら。皆さんも挨拶を返してくれました。でもその方だけは一瞬じっと睨んだだけで無視でした。家政婦風情は眼中に入らなかったんでしょう。感じの悪い方だなと思いました。そのことがあってか、その後の稽古の様子を見て、性格の悪い役がよく合っているなと思いました。以上です。何か質問はありますか？では次の方、夏目さん、どうぞ。では夏目さん、あなたは小田さんのことをどう思っていましたか？あいつは俺より二つ年上だったが、学生時代からの友達だ。一緒に芝居をやってきた仲だ。あの性格は昔からだが、最近はちょっと異常だったな。今回は相当やり合ったよ。さすがに俺ももう耐えられなかった。もう限界だと思ってね。今回の公演が終わったら辞めると言ったんだ。え、そんな。夏目さん、辞めちゃうんですか？ああ。以上。次は、本庄さん。駅前の飲み屋にいい女がいてね。口説いていいところまで行ったんだが、
それを知りながら小田さんが寝とったんだ。ひどい男さ。それで焼け酒してね。その時殺してやるとか言ったかもしれないが、それだけだ。今は何とも思ってない。次はあなた、明智京子です。よそでは知りませんが、小田さんは男だからどうの、女だからこうのという区別は全くしない人でした。私たちのことも一緒に芝居をする仲間という意識が強かったんじゃないですか。さっきも言いましたけど、口喧嘩はしょっちゅうしてましたが、役者としては尊敬してました。以上。明智家は小田家に恨みを持ってるよな、昔から。いい加減にして。雑草も。牧場です。でもジャックと呼んでください。気に入ってるんです。あなた日本人？イエス。ジャックはジャック・バウアーの大ファンなんですよ。24にハマったまま未だに抜け出せないんです。ケースマヤース。さっきも言いましたけど、10万円借りてほっといたら30万円になりました。さすがにおかしいと思ったんで、勇気を出して聞いてみたんです。どういう計算ですかって。そしたら、どういちだバカ野郎、今月末までに絶対返せって言われて困っていました。でも僕は殺していません。私もお金借りた時同じこと言われました。どういちだバカ野郎って。それでお前、どういちの利息を取られたか。そのどういちって何ですか。お前、それ知らずに喋ってたのか。はい。呆れた人ね。10日で1割の利息を取るってことよ。それってむちゃくちゃな利息ですよね。ああ。でも私はそんなこと知らなかったので借りた分しか返しませんでしたけど、小田さんは何も言いませんでしたよ。そうだろう。トイチはこいつ流のジョークだ。後輩から利息なんか取るもんか。ジョーク？そうだったんですか。ダミット。あ、終わります。じゃあ、マーコさん。はい。小田さんにとって私はいじめやすい存在だったんだと思います。バカ、タコ、ノロマ、シネは日常茶飯事、殴る蹴るの寸止めは挨拶代わり。私だっていい気はしません。とはいえまだそこにいるんですよ。悪口なんて言えませんよ。夜中に出てこられたらたまりませんから。もういいですか。頭の中は悪口だらけってことか。そんなことありません。坊ちゃま。坊ちゃまはやめてって言ったでしょ。皆さんご存知のように小田さんは芝居に対して非常に厳しい人でした。南に対しても女性なのに容赦ありませんでした。でもそれは小田さんの芝居に対する情熱のなせることだと思っていました。だけど彼女が亡くなった後、真子さんから聞いたんです。稽古場の裏で言い寄られているのを見たと。本当ですよ。彼女すごく怯えていて、逃げるように走り去っていきましたから。それで稽古場以外にも二人の間に何かあると疑っていました。でもそれだけです。証拠はありませんから。以上です。鈴然です。私は毎日怒られていました。すごく厳しくて何度泣いたか分かりません。やめようと思ったことも何度もありました。でも一度だけ褒められたことがあるんです。お前は磨けば光る、だからどんどん磨け、自分で磨くんだと。本当は優しい人なのかなってその時は思いました。根は優しいやつなんだ。マコ、お前のことをいじめ抜いたのも今回の芝居の役作りのためだったのかもしれないな。いや、きっとそうだ。どういうことです？
お前の役作りのために、お前が織田のことを恨んで憎んで殺したくなるように普段から仕向けていた。そんな、そういう人なのよこの人は。この人自身も嫌な男の役作りしてたでしょ。そうだったんですか。そういえば打つ時に確かにそういうリアルな感情が湧いていたのかもしれません。殺してやる、死ねっと。あの時私には本当の殺意があった。いじめも稽古の一環だったのよ。織田は今回の公演にかけていたんだ。それだけ強い思い入れがあったんだよ。横道にそれたな。本題に戻そうか。鈴音、続けてくれ。私は以上です。さ、全員終わったな。誰か何か分かったか。さっぱりです。本庄さんは何か分かりましたか。わかるもんか。さあ名探偵さん、あんたの出番だ。誰が嘘を言っている、誰が犯人だ。どうした。ごめんなさい。あんなに偉そうなこと言ったのに何もわかりませんでした。ほら見ろ、こんなことで犯人がわかるんだったら警察は無用だ。ふざけやがって。はあ、無駄な時間を費やした。私が悪いんです。本当にごめんなさい。ちょっと待って。なんだよ、何か分かったとでも言うのか。ええ。何を。あなたよ。私、なんで私なんです。あなた最初は絶対犯人を見つけるぞって意気込みで目も輝いていたわ。ところが途中からなんかその気持ちが萎えてきたわよね。どうしたんです。それは当てる自信がなくなってきたからです。その気持ちの表れです。あんなに自信満々に言っておいて何もわからないんですもの。それは違うわ。え、あなた何かに気づいたんじゃないのかしら。この中の誰かの表情か仕草から、あるいは声の調子から。図星ね。何言ってるんです。変なこと言わないでください。あれ、顔色が変わったわよ。あなた他人の表情を見るのは得意かもしれないけれど、自分の動揺は隠せないみたいね。あなたはこの中の誰かの異変に気づいたのに、それを隠そうとした。なぜ隠すの。それはその誰かが犯人だとあなたにとって非常に都合が悪いからよ。だからその誰かをかばおうとした。あなたがかばいたい人間は一人しかいない。坊ちゃま、あんたよ。違います。坊ちゃまは何も。しろ、何を隠してる。お前が殺したんだ。お前が織田を殺したんだ。違います。嘘をつけ。じゃあなんでそんなに動揺している。違うんです。確かに南のことで織田さんを憎んでいました。でも聞いてください、僕が彼女と付き合い出したのは彼女が亡くなる1ヶ月前です。僕が彼女に交際を申し込むと快く承諾してくれました。でも付き合っていくうちにある相談をされたんです。この劇団のある人にしつこく付きまとわれていると。交際を断ったのにしつこくされて、それが最近さらにひどくなって夜は後をつけてくるし、部屋の中を覗かれたこともあると。その前の晩家に帰るとドアの鍵が開いていて、家に入ると置物の位置が微妙に違っていたらしいんです。それをどうしたらいいのかと相談されて。そのストーカー野郎が織田なんだ。それが聞けなかったんです。わあ。その時はまだ南と気を許した仲にはなってなかったし、彼女も名前出せなかったから聞かない方がいいかなって。それはやっぱり聞くべきでしょ。そうです、そうするべきだったんです。その時にあなたが相談された時にあなたはどうしたんですか。相手が同じ劇団の人ならはっきり断ってみたろ。そんな他人行儀の無責任です。付き合っていたならもっと親身に何かできることがあったんじゃないんですか。本当に怖かったんですよ。だから相談したんです。頼りにしてたんです。あなた
なのにあなたは。そうです、僕は南を守れなければならなかったんです。でも相手が同じ劇団の先輩だと思うと尻込みしてしまって、自分が情けない。どうしてそいつが織田だと思ったんだ？さっきも言いましたけど、真子さんから二人のことを聞いて織田さんがストーカーだと思いました。あいつのせいで南は自殺したんだ、あいつが殺したんだと恨みました。でもそれって強い動機ですよね。疑われますよね。だから嘘をついたんです。でも僕は殺していません。坊ちゃま、だからあんなに動揺していたのね。皆さん、ほら見てください、これは真実です。坊ちゃまは嘘を言っていません。犯人じゃありません。どうして死を止められなかったんです？死ぬ直前まで一緒にいたのに。え？飛び降りる直前まで一緒にいたのはあなたでしょ？男が一緒にいたという目撃情報あったんですよ。ストーカー行為で死ぬほど苦しかったんです。お姉ちゃんは、あなたお姉ちゃんと一緒にいてなんで止められなかったの？お姉ちゃん？すずめ、あんた南の妹？山本南、山本すずめ、名字も一緒だ。本当だ。そうです、山本南は私の姉です。おい、何すんだ？すずめ、私はお姉ちゃんを死なした犯人を探したし、復讐するためにこの劇団に入ったの。ごめんなさい、南を守れなかったのは僕が悪いんです。でも信じてください、そこに一緒にいたのは僕じゃありません。そうです、坊ちゃまは嘘を言っていません。坊ちゃまに復讐なんてお門違いですよ。そのピストルをよこしなさい。先ほど皆さんの会話を聞いて思い出したことがあるんです。私たちの実家は仙台です。東京にいるお姉ちゃんとは離れているのでなかなか会えないから、よく電話で話をしていました。ある時、彼氏ができたと喜んでいました。あなただったんですね。でも、嫌な男も付きまとわれていて、その行為がどんどんエスカレートして怖いとも言っていました。その男のことを詳しく聞いたわけではないのですか。確か、元警察官だと言っていました。ストーカーはあなた。村長さんが何を言うんだ。いや、そんなことしない。いや、あなた、あなたのせいでお姉ちゃんは死んだんです。誤解だ。俺はそんなことしない。本庄、お前なんで警察官辞めたんだったかな。なんだよ、関係ないだろ。知ってるんだぞ、お前ストーカー行為で警察を懲戒免職になったそうじゃないか。本庄さんがストーカー。人の思考ってそう簡単に変わるものじゃないわ。最後に一緒だったのもあなたね。俺は関係ない。いや、あなたよ、あなたのせいで。お姉ちゃんは、待て、やめろ。夏目、止めてくれ。チェーホフの銃だな。チェーホフの銃。今時の役者はチェーホフの銃も知らないのかしら。チェーホフは知っていますけど、チェーホフの銃ってどんな銃なんですか。チェーホフが言った言葉よ。もし第一幕から壁に拳銃をかけておくのなら、第二幕にはそれが発砲されるべきである。そうでないなら、そこに置いてはならない。よく知ってるな。あんた何者だ。私はただの家政婦よ。でもね、若い頃に役者を志したことがあったの。挫折したけど。で、なぜ今チェーホフの銃の話を持ち出すの。銃はもう撃たれたのよ。もう役目は終わったはず。まだ一発残ってるだろう。なるほど、それは使われなくちゃならない。そういう解釈もあるわね。そうですね、使うべきですね。バカな真似はやめろ。俺は女子供に使えるものじゃないんだぞ。怪我するぞ、こっちよこせ。使い方はジャックさんに教えてもらったわ。モデルガンで同じですよね。ああ同じだ。ただ反動がすごいからしっかり構えて。クール、シングルアクションの方がいいぞ。命中しやすい。やめろ。おい、誰か止めてくれ。すずめ、俺を殺したら殺人犯になるんだぞ。お前らも共犯だぞ。共犯。すずめちゃん、来ないで。私はいいの、どうなってもお姉ちゃんの復讐ができれば。やめろ。俺は南が好きだったんだ。
だからあの時もう一度付き合ってくれって頼んだんだ。だけどうんと言ってくれなくて、しまいには俺のことをストーカーだ、人を呼ぶとか言い出して騒ぐからついカッとなって押してしまったんだ。殺す気はなかったんだ。押した？殺した？あなたが殺したの？自殺だと思っていたのに、あなたが突き落としたのね？あなたがお姉ちゃんを殺したのね？なんてひどいこと。本庄さん、だって人は小田さんもあんたが。ああ、南が小田にチクったの。俺にストーカーされてると、それで小田に呼び出されてこっぴどく怒られたよ。二度と南に近づくな、関わるなと。ああ、私はすごい勘違いをしていたのかもしれない。どうしたのよ唐突に。私が見たのは言い寄られている場面じゃなかったんだ。あれは南ちゃんが小田さんにストーカーの相談をしていたんだ。え、間違いない。だってその後すぐ小田さんは本庄さんに声をかけて二人で出て行ったの。シロ君、私は大変な間違いをあなたに伝えてしまった。小田さんは南ちゃんに言い寄ってなかったんだわ。そんな、僕はそれを信じて小田さんを殺したいほど恨んだんです。それが違ってたなと。ごめんなさい。で、どうした？そして南は死んだ。小田さんは何も言わなかったよ。でも見るんだ、何も言わずに。その冷たく突き刺すような眼差しで、お前だろ、お前が殺したんだろと言っていた。その眼差しが怖かった、恐ろしかったんだよ。耐えられなかったんだ。それでこんな殺人計画を立てて実行したのね。すまなかった、許してくれ、許してくれ。許せない、許さない。やめてくれ。なかなかいい幕切れだ。研究科の発表を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。